こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は中学生の国語教科書水の山富士山のあらすじと解説と漢字確認をやっていきたいと思います。みんな富士山といえば標高3776メートル、日本最高峰、日本で一番高い山、それが富士山だね。2013年には世界文化遺産にも登録されました。そしてそんな富士山、今回のタイトルにもなってる水の山だってことをみんな知ってた？富士山に降り注ぐ雨や雪、年間の降水量はなんと22億トンに及ぶ、こういうふうに言われてます。黒部ダムの貯水量、黒部ダムに溜め込める水の量は約2億トンっていうふうに言われてるので、これの10倍以上の降水量が1年間に富士山に降り注ぐ、こういうことになります。で、22億トンの降水量はその後どうなるか。半分は蒸発してしまって、そして残りの半分のうち5億トン以上は湧水、湧き水になる、こういうふうに言われてます。で、残りは海に行く、海底に湧き出してるんだね。今回の文章で注目されているのはそのうちの湧水、湧き水の部分です。富士山の周囲には100を超す湧水、湧き水がある、こういうふうに言われてます。それらの湧き水は人々や自然に大きな恵みをもたらす、そのことに感謝をして今回のタイトルを作者はつけた。水の山、富士山、こういうふうなタイトルをつけたんだね。それでは富士山の周りの湧き水がどのような仕組みで湧き出ているのか、その秘密について考えていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。現在は高校入試問題の解説動画も配信していますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それでは行きましょう。富士山って実は3つの火山が積み重なってできている。みんなこれ知ってるかな？富士山って火山なの。まず最初の噴火は60万年前頃に起こった、こういうふうに言われてます。60万年ぐらい前に富士山の元となる山ができたんだね。で、その後に今から10万年ぐらい前にもう一度噴火が起こった。なので前の噴火の上にもう一個一回り大きな山がそこで出現した。そして今から1万年ぐらい前にまた富士山の噴火が始まった。そしてまたもう一回り大きくなって現在の富士山が登場した、こういうことなんです。つまりみんなが知っている現在の富士山の下には古い時代の富士山の元となった山が2つある、こういうことなんだね。で、このことが富士山の周囲で湧き水が湧き出ることと関係してくるんだね。まずね、富士山にはこれだけ降水量があるのに、雨とか雪とかが降るのに川はないのよ。河川が一本もないんだね。これはなんでか、富士山に登ったことがある人だったらわかると思うんだけど、遠くから見たら青く綺麗に見える富士山も、実際に富士山に登ってみると富士山の表面には茶色い小石がゴロゴロと敷き詰められているんだね。これはね、1万年前から始まった富士山の噴火で、富士山がドーンと爆発した後、溶岩がドロドロドロって流れ出るよね。その溶岩が冷えて固まったもの、それが茶色の小石になったんだね。でね、その小石にはスポンジのように細かい穴がたくさんある。なのでね、水はその穴に染み込んでいっちゃうわけ。水が富士山の表面を全部染み込んでいっちゃうから、だから富士山の斜面の部分には川がないんだよね。じゃあね、その富士山の表面を染み込んでいった水っていうのはどこまで染み込んでいくかっていうと、一つは10万年前の溶岩のところまで。1万年前の溶岩には細かい穴がたくさんついているんだけど、10万年前の溶岩はその後降り積もってきた溶岩に押しつぶされちゃって穴がなくなってるんだね。なので10万年前の溶岩の層まで行くと水はそっから下には染み込まない。その10万年前の溶岩の層に沿って水は流れていくようになるんだね。つまりね、そこに富士山の地下水っていうのができるわけ。1万年前の溶岩の層と10万年前の溶岩の層、その間を流れる水、それが富士山の地下水となってるわけだ。そしてその地下水はその富士山の溶岩流が途切れる部分、つまり溶岩流の末端部分、一番端っこの部分で湧き水となって地上に湧き出るわけ。
だからね、富士山の近くには有名な滝、例えば白糸の滝とか陣馬の滝、こういうのがあるんだけど、これはね、その溶岩流が途切れた部分から水が噴き出して、そして滝になってる、こういうことなんだね。ちなみに文章では1万年前の溶岩の層と10万年前の溶岩の層の間から水が出てる様子、その写真が載っていて、それが陣馬の滝なんだよ、こういうふうに紹介されてます。他にもね、どんなとこに富士山の湧き水があるのか、それはね、洞穴、洞穴からも富士山の地下水が染み出してる。富士山のふもとに青木ヶ原樹海っていうのがある。この樹海っていうのは木の海って書くよね。つまり深い森なんだけど、その中にはたくさんの洞穴がある、洞穴があるんだね。大きなものでは直径10メートル、長さ500メートルに及ぶものもある。で、その洞穴の中を調べてみると、1000メートル以上の高低差を下ってきたと思われる水が染み出てるんだね。つまりこの水も富士山の地下水だ、こういうふうに考えることができるわけ。そんな巨大な洞窟の中にも富士山の地下水、富士山の水が湧き出てるんだね。他にも富士山の麓にはたくさんの湧水、湧き水がある。この動画の最初に富士山は100を超す湧水、湧き水を作り出してるって言ったけど、富士山の地下水が湧き出ている場所、それは有名なところだけで言っても富士五湖、忍野八海、そして駿河湾の海水の中にも富士山の水が含まれる、こういうことが調査から分かってます。このように富士山の水は偏ったところだけに流れ出ているわけではなくて、四方八方に流れ出ている。なんでか、それは富士山が金星の取れた円錐形をしてるから。富士山って綺麗な形してるよね。だから水が偏ったところに流れずに、全体に綺麗に四方八方に流れ出ることができる。その分富士山の周囲のたくさんの人が富士山の水を利用することができる、こういうことにつながってるわけなんです。ではなんで富士山っていうのはあんなにバランスの取れた綺麗な形をしているのか、それは富士山から流れ出た溶岩に関係があります。富士山の溶岩は粘り気が少ないので、溶岩は遠くへ綺麗に流れ出ていくんだね。なので富士山は今みたいなあんなに綺麗な形になった。そして富士山の地下水も四方八方に散らばっていくことができた、こういうわけなんです。そして富士山の湧水、湧き水は周囲の人々の生活を支えている。たっぷりとした綺麗な水を周囲の人々に恵んでいるだけではなくて、地下水として流れている間に地層の物質、栄養分がその水の中に溶け込んで、栄養分豊富な水になっているんだね。だからその水によってわさびが栽培できたり、ヤマメとかイワナとかを養殖できたり、みんなの飲料水にもなる、こういうことなんです。以上が水の山、富士山から湧き水が湧き出る仕組みなんだね。いろいろ知らないことがあったよね。でもね、今回紹介したのは富士山の水の動きの一部にしか過ぎない。富士山の内部ではもっともっと複雑な水の動きっていうのがたくさんあるんだね。その中には現代でもまだまだわからない部分、それが多いわけ。それを一つ一つ解明していくことで、富士山の新たな魅力、水の山としての魅力がさらに捉えていくことができるだろう、こういうふうに作者は言ってます。どうですか今回のお話、富士山に水の山としての働きがあったんだね。もう一回この文章を読んでみて、富士山の中の仕組みについて理解を深めていってください。それでは今回の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。